ジュゼッペ・コンテは、イタリアの政治家、法学者、フィレンツェ大学教授、同国閣僚評議会議長を務めた。プッラー州法茶県、ボルトラーラ・アップラ出身。2018年3月4日の総選挙にて、左派ポピュリズムの五つ星運動が大勝し、5月21日に、同党は、右派ポピュリズムの同盟とともに、閣僚評議会議長として、コンテを、セルジョ・マッタレッラ大統領に推薦。同月23日に大統領はコンテを首相に指名し、組閣を支持した。しかし経済相候補に立てた欧州会議主義のパオロ・サボナ元産業相をマッタレッラ大統領が拒否したため、27日になってコンテは一旦は組閣断念を表明した。しかしその後、サボナを経済相から欧州担当相にスライドさせるなどの妥協が図られ、再びコンテが首相に指名され、6月1日に政権が発足した。しかし、左右のポピュリストが同居する連立政権内は意見の相違により多くの政策で折り合わず、2019年8月、マッテオ・サルビーニ副首相は対立激化を理由に、早期の解散総選挙を要求。コンテは、こうした要求を拒否したため、サルビーニは、連立離脱を表明し、内閣不信任決議案を提出した。連立相手の五つ星運動は、こうした動きを非難し、連立政権が事実上崩壊。8月20日に、コンテは首相を辞任すると表明した。8月29日、五つ星運動と中道左派の民主党が、連立政権の樹立で合意したことを受けて、マッタレッラ大統領はコンテを首相に再指名し、9月5日に欧州会議主義を後退させた第二次コンテ内閣を組閣した。2020年の新型コロナウイルス感染症拡大の局面では、欧州連合の資金を活用しての復興政策について、連立相手のイタリアビーバを率いるマッテオ・レンツィ元首相が、政府案に対して投資を重視していないと批判するなど対立が生じるようになった。2021年1月13日にレンツィは連立政権からの離脱を表明し内閣から閣僚を引き上げ、コンテ内閣は少数与党に転落した。下院に提出されたコンテ内閣の信任決議案は否決されるだろうとの見通しを示すなど強硬な姿勢を示したが、世論の支持は得られず、法の支持率は低迷。18日から19日にかけて、上下両院で行われた、信任投票の採決でも法所属議員が、棄権や欠席に回ったこともあって、信任決議は可決され、コンテは危機を乗り切った。とはいえ少数与党で、政権運営が苦しい状況は変わらず、1月26日に、コンテは首相を辞任すると表明した。欧州連合の加盟国ではギリシャに次いで公的債務の対 GDP 比が高いイタリアでポピュリストを辞任するコンテは就任当初から緊縮財政に反対する政策を掲げ、これに対して欧州委員会も2018年10月に史上初の加盟国に対する予算案差し戻しで修正を要求して対峙した。また、移民、難民に対する受け入れ規制も大幅に強化した。2019年3月、中国の一帯一路協力の覚書に G7 で初めて調印してアメリカ合衆国や EU の懸念を呼んだ。同年4月、年金受給開始年齢を62歳へ引き下げた。各国が財政難を背景に受給開始年齢を引き上げ、傾向にある中で異例の措置であり、同時期に大規模減税とともに目玉公約に掲げていたベーシックインカム制度も導入した。なお、これらの裏付けとなる財源については、制度発足段階では担保されず、同年5月に欧州委員会はイタリアの財政規律違反を認定して、過剰財政赤字是正手続きの開始を勧告したことに対してコンテは安定、成長協定を改正すべきと反発していたが、同年7月に財政赤字目標を引き下げたことで EDP の正式開始は見送られた。再任後は2019年9月の所信表明演説で第一次内閣の方針を修正して EU との融和路線を打ち出した。新型コロナウイルス感染症の流行の際は、ミラノやベネチアなどの都市を封鎖し、イタリア全土に外出禁止令を発動した。ありがとうございます。